ラ・マルティルは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。サンサロモン教会の入り口教区は、かつては、古いプルディリ教区の小教区であった。小教区の教会はもともとは、ノートルダムドインボカションの下にあった。村は、874年6月25日に起きた事件によって、今のブルトン語と、フランス語の名称で呼ばれるようになった。 教会の中へ避難していた最後のブルターニオー・サロモンが暗殺されたのである。確かに教会はラ・マルティルと呼ばれていた。サロンとはサロモンのブルトン5名である。これは教会内を流血で冒涜した事件の記録である。村そのものがラ・マルティルと呼ばれるようになった。サロモンはその犠牲と美徳によって910年に劣勢された。 しかしこの伝説は、サロモン終焉の地であると主張するプレロフとの間で論争になっている。コートイコールダルモール県には、同じく殉教者を意味する名称を持つコミューン、ルメルゼルが存在する。そこにある教区教会、ノートルダム・デセプト・ドゥル,ルは、聖サロモンに捧げられている。教区の名前の由来として、他にも説がある。 1683年の教区の織物職人の話では、ノルマン人信仰さなかのバイキングが犯した虐殺の記録を思い出させるものだという。その記憶は、少女マリアに捧げた礼拝堂で生まれ、AR マーザーと呼ばれるようになった。中世のラマルティルでは、国際的な見本誌が開かれていた。布生地が取引されていた。15世紀から16世紀には、 最も活発であった。言い伝えによれば、ウィリアム・シェイクスピアの父が日本史にやってきたと言われている。ラ・マルティルは、レオン地方の重要な生地産業の地として知られていた。ギヨーム・アブグラルは、ラ・マルティルのラ・ロー・ロック集落の農民かつ、生地商人で、彼は、ジュロと呼ばれる裕福な階層であった。彼は1702年に生まれて1733年に、 死去したが、彼の財産目録によると、7657リーブルの遺産を残した。そのうち1130リーブルは、布、白い糸と木なりの糸3500リーブルであった。当時のラマルティルには35箇所の洗濯場があったと、特定されている。1789年4月1日に寄贈された、レスネンの代官への、 第三身分陳情書に、ラ・マルティルの代表二人が名を記している。第二次世界大戦中の1944年5月22日、イギリス空軍の飛行機が墜落し、パイロットは負傷して、ドイツ軍に身柄を拘束された。ラ・マルティルの人口増減グラフ参照をもと、1999年まで、イヘス、2000年以降 i NSEE。ありがとうございます。